ちょっとお話。あ、いいですよ。あ、もうそのままで。はいはいはい。ちなみに、あの、今回、こういうボランティアの方々が集まられたことに関しては、どういうふうに思われますか？もう、俺一人だったらトイレで号泣しますよね。で、初めてです。今まで一人で戦ってきましたんで、あの、まあ、ボランティアマックさん、あの、やりますよという人はいたんだけど、まあ、私のほら、選挙パターンっていうのは、ある意味では、まあ、一人で戦うというやり方だったんで、あの、過去の10回とは今回全く違って、もう、スマイル党員も50人膨れ上がってるし、ボランティアの方もあって、おそらくもっと増えると思うね。だからすごいある程度自分自身の選挙キャンペーンの革命が起きてるんじゃないかなということで、まあすごい嬉しいですよ。で、今回は来る人拒まない、一切私は拒むことは、だからさっき言ったように反社会勢力でやったらまた新聞に書かれちゃうんで、それだけは気をつけてます。それ以外の関わり合いは私は、拒まない、ただ去る人も追いません。それでいこうかなと。まあ、あの、既存政党の講演会と違ってかなり若い方が、うん、しかも自主的に集まってらっしゃるって結構イレギュラーなことなのかなと思います。そうやね、こんなおっさんにな。だから家入君に、あの、東京データ家入君35だから彼に集まるのは分かるんだけど、こんなまあ60のおっさんにね集まってくれるということは非常に、あの、画期的なことだろうね。あと、まあ、今回政見放送ないですけれども、その分の PR というのはどういうところに活路を見出していこうと思われますか？だから PR 方法が、まあ、私は一番いいのは討論会、これをやらせてほしい、ね、だから一対一じゃなくても、その立候補はまあ4人出るか5人出るか知らないけども、全員の、ね、平等なそういう場を与えていただきたい。それと、まあ、あの、市政の政見放送は作ります。それはできるだけ早く作ります。ただコスプレがいるんでドンキで買ってきますくどいようだけど、あの、ドンキで売ってなかったら、あの、食い倒れに行ってもらってきます。もらえなかったらパクってきます市政の政見放送あの、人形をパクってきます市政の政見放送というのはどういうことですか？一応この部屋にで撮って、で、自分の、まあ、5分30秒自分の政見を政策を話して、それを YouTube にアップします。ニコニコとかだから、できたらニコニコの生放送の人にね、一回来てもらいますよ、ここに、うん、で、生やってもいいよな、ニコニコ生で。ニコニコ生はすごい人気があるんですよ、私。やっぱりあれでしょうか、その既存の、例えばこれまでの10回の選挙と違うというのは、うん、やっぱりそういう YouTube であるとか、ニコ生、ニコ動という、うん、そうしたネットメディアの台頭を気軽に、うん、まあ、使えるというか、気軽に発信できるような時代になったっていうところ、うん、時代背景の変化というのを感じてそうだね。だから私は相変わらずそういうのは使えないんだけども、その取り巻きの方、スマイル党員、それからボランティアの方で、それが使えるツールが使える人ができてきたということです。それは画期的なことだよね。私は相変わらずダメなんだよ、あの、作業人間だから、うん、最後に、あの、定番の質問ですけども、うん、大阪を今回どう変えたいという思いがありましたか？うんうん、だから、その都構想、都構想と、都構想は今やる必要があるんですかと、ね、今大阪市民に足らないのはそういった行政改革という枠組みの問題ではなくて心の問題です。で、3年間私はバカじゃないからよく見てます。相変わらずスマイルがないです。スマイルが足らないです。スマイルが減ってます。それは石原のせいなん、あの、橋本せいなんです。だから、まあ、私は今大阪市民に必要なのはスマイル構想であり、いかに幸せになるか、いかに心の悩みをね、あの、若い人も年配の方も含めて心の悩みを、全て打ち分けてね、相談する場所もない、そして自殺者が相変わらず日本第2位です。大阪は減ってない、そういう中身コンテンツの心の闇の部分を解決、できない大阪市長はいりませんの人は、私にならしてください。必ず解決する。解決するだけじゃなくて、うつ病自殺解決するだけじゃなくて、幸せをどん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 広めます。スマイルを広めます。ならしてください。私、ありがとうございます。おぎん。すみません。ありがとうございます。